介護を統合する介護ということで5つを提唱していますが、今日はその中でこの脳の力、認知症ケアですよね、脳の器質障害によって起きる認知症の中核症状、その先にある PPSD ですね、それに対して介護の力、人の力で行動ないしは生き方を支える、それが脳の力、脳のメカニズムを知らないとどうして脳の器質障害が起きて、その先に脳のどの部位によってどういう行動が起きるかどうか、それを脳の力と称して認知症ケアというものを作っていく、あるいは実施していくということ、脳の力って重要だと思います。生きる意欲はどういうふうにして生まれるか、なぜ徘徊が始まるのか、なぜ記憶障害が起きるのか、その結果どういう行動が起きるのか、脳の力